中本検車場検査ピットに並ぶ御堂筋線の車両中本検車場は大阪府堺市北区町、曽根町137にある大阪市高速電気軌道の検車場である。大阪市高速電気軌道御堂筋線で使用される車両を受け持つ検車場である。御堂筋線の中本延伸に合わせて従来の阿ビ子検車場を移転。 拡大する形で1987年に業務を開始した。なお、当検車場開設に伴い、阿鼻子検車場は廃止されている。新金岡駅より当検車場へ引き込み線で接続している。敷地内に職員研修施設である教習センターを併設しており、信号指令シミュレーターや模擬運転装置等を備えている。教習センターは、 国土交通省による動力者操縦者要請書の指定を受けており、他社職員の研修受入れを行うとともに、乗務員資格試験の会場にもなっている。大阪市交通局の民営化に伴い、2018年4月1日に大阪市高速電気軌道へ譲渡されている。車庫の施設は地下にあり、地上部分には、堺市産業振興センターなどがある。ありがとうございます。